1978年の上諸骨駅と周囲約500メートル範囲。左下が北見滝の上方面。相対式ホームに面2線のほか、貨物用の副本線と駅舎横の貨物ホームに引き込み線が見える。かつて副本線は複数有していたが、この頃には一本になっているようである。ストックヤードにはまだまばらに木材が置かれているが、この年に、 貨物の取扱いを廃止している。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成上諸骨駅は北海道門別市上諸骨町三丁目にかつて設置されていた日本国有鉄道諸骨線の駅である。電報略号はかつ渚さ線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。 渚さな目川の中流域に位置するため、中を管している。廃止時点で、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、列車交換が可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム南側と、対向側ホーム南側を結んだ、構内踏切で連絡していた。線路西側の駅舎側ホームが、上り線、対向側ホームが下り線となっていた。 その他なぎさなめ方から駅舎側に分岐し、駅舎北側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を一本有していた。職員配置駅で駅舎は構内の西側に位置し、上り線ホーム中央部に接していた。上降人員も多く、朝の上り通学列車は当駅で増結作業を行っていた。貨物列車は原木が主体で貨物列車廃止後も、 駅構内は原木が積み上げられていた。上諸骨の市街地が広がる。1997年11月時点では、鉄道関連施設は何も残っておらず、旧駅構内は上諸骨町民センターとなり、構内の一部は上諸骨交通公園として整備されている。ホーム、レール、踏切系放置付きの踏切を再現して乗車可能な、軌道自転車及び、 腕木式信号機を保存、展示している。ただしホーム及びレールは模擬で、現役時代とは方角が違っている。また1986年頃より、門別市により、上諸骨鉄道資料館が、上諸骨交通公園に隣接したバス待合室に併設されている。館内に、駅名表、行き先表、備品などの渚活線関連資料が保存、展示されている。 1998年時点では公開中であった。当駅を着駅とする区間列車が下り一本設定されていた3月14日、改定の時刻。ありがとうございます。